イオンモール、玉平の森は、東京都日野市にある、ショッピングセンターである。2014年11月20日開業。都市再生機構と、日野市が進める団地の建て替え事業の一環として、生み出した用地を、27年間の定期借地権で、イオンモールが借りて建設した、鉄骨造り地下1階、地上6階建ての商業施設である。豊田駅北口から約200メートルという、 駅前立地で広域からの集客を目指すのではなく近隣住民を対象として毎日来店してもらえることを目指した少々券型のショッピングセンターを目指して開業したそのため開業時には食品関連の売り場を強化しており1階は開業時点では地域最大の食のフロアグランマルシェとされたまた開業時点で施設の奥に位置した各店舗の イオン、玉平の森店は、開業時には、食品と医薬品、化粧品類などに特化し、医療品や住居関連品などの売り場を大幅に削減した、売り場構成とされたため、サービスカウンターに設置された端末で店頭にない、商品を注文して受け取る試みも導入された。こうした食関連の強化の一環として、約750席のフードコート、森のキッチンコートや、本館と、 外部棟の両方にまたがる形で、レストラン街も設置された。正面玄関前には、約1000平方メートルの広場を設けて、地域のイベントに開放するとともに、正面玄関付近には、日の玉平郵便局を移転させるとともに、写真プリント店やフィットネスクラブなどのサービス関連を集めて、駅前通りなど地元との関係性の強化を図ると、 共にオープンカフェもある川の流れる遊歩道をレストラン街のある本館と駅前通り沿いに建てられた外部棟の間には配置するなど街を含めた野外とのつながりを意識した施設構成とされた。また屋上庭園の四季の森ガーデンや丘の原っぱなど約7800平方メートルを緑化しており敷地面積の約25%が緑に覆われている。 2021年春からリニューアルオープンを行った。同年1月多くの店舗が閉店したことによりである。店舗の移動や新規オープンなどがあった。イオンスタイル、玉平の森開業時には、イオンスタイル、玉平の森店を各店舗として約130店が出店した。開業時のフロア構成は、1階は食関連中心、2階は衣装品が中心。 3階はゲームセンターや書店などのある親子向けが中心とされた。飲食店や物販店などの店舗以外にも子育て支援施設や多目的ホールなども併設している。イオンスタイル、玉平の森以外の商品の衣料品、住居関連品などを加えた売り場。イオンリテール株式会社が経営をしている。そのためトップバリューの商品を扱っている。 なお正式な直営店舗ではないため特典などが異なる。ありがとうございます。